はい、ちゃこ先生です。今日はゲストレンタさんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。営業ボイス。緊張するわ。本当は緊張する。いやいや、まあ気楽に気楽に行きましょう。はい、はいはい、というわけで、早速レンタさんの好きなもの教えてください。コーヒー先生作のワンダンスっていう漫画が好きです。はい、ワンダンスね。私はレンタさんのツイートでたまたま1巻試し読み丸々無料だったので、それを読んで、私がまあお金ないからって言ってたら、あの2巻から7巻のお金を予習してねっていうことで、恵んでいただきました。もうとんでもない太っ腹だったんでびっくりしたんだけど、もうジャストの金額を送った。本当マジかと思ってめっちゃテンション上がったんですが、レンタさんは何週目今？今多分6週終わったと思う。やばい、6週はやばいですね。まあ、っていう、はい、状態の2人が、あの、ワンダンス、不況がてら、楽しく喋っていけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい。まあ、というわけで、どういうお話なのかっていうのを軽く解説してもらいたいんですけど。通音症の高校1年生、カボくんが、ダンス部に入るお話です。そうですね、はい。そのカボくんが、そもそも、中学校まではバスケ部でもダンスを踊ってるワンダさん、題材にもなってるワンダさんのダンスを見てダンスをしたいなってなって入るっていうが冒頭で、で入った時は僕だけが男子、幽霊部員に一人男子がいるよっていう話を聞いてたけど、みんな女子でやっていけてるかなっていうかね、あらすじ的には。そうだね、そうだね。だから全く未経験の状態で、しかも男子だし、で、あんまり喫音で上手に喋れないし、もうなんか不安しかないところに、ワンダさんがいるっていう憧れだけで、こう、ダンスの世界に入っていくっていうようなスタートだよね。すごい。いやいやいや。そうです。で、私がまず初見でちょっと感想なんですが、私ダンスを題材にした漫画っていうのをそもそもまず初めて読んだんだけど、読む前に、あ、ダンスが題材なんだって分かった瞬間に、え、漫画とダンスってめちゃくちゃ相性悪くねって私は思ったのね、一番最初は。要は、当たり前だけど、漫画って音楽ならないじゃん。だから、それなのに音楽に合わせるダンスを漫画で表現するのめちゃくちゃ不利じゃないかと思って読み始めたんだけど、文字が出てこないのがびっくりしたね、ダンスシーンで絶対。そうね。そう。特にその音楽に入り込んでるダンスほど、絶対文字が出てこない。例えば、なんて言うんだろう。ダンスだったら、こう、息遣い、はぁはぁとか、足がどっかに着地するとか、そういう音ですら何も出てこないっていうのが、もうかなり衝撃。そうね。まあ、多分。言われてみれば確かに。っていうので、なんか、そこでも私は、ダンス、ワンダさんのダンスを見てるカボくんと同じ目線で、結構ワンダさんの最初のダンスのシーンで見せられて、どんどんそこから入り込んでったっていう感じなんだけど、レンタ的にはもう6週も読んでたらあれかもしれんけど、いっちゃん最初に読んだんが、ツイッターにワンダンスの7巻の後の方に入ってる店長とワンダさんの話、はい、あれがツイッターにもともとあったんだ、上がってたんだね。そうそうそう。あ、知らなかった、そうなんだ。はい、それを読んで、やばっと思って、何これと、で、そもそもリッツリーで買うつもりで見てたやけど、一巻無料やって一回読んで、はい、で、もう気がついたら7巻まで買ってて、へぇー、あ、そういう感じだったんだね、なるほどなるほど。でも気がついたらその日中に2週目よ。ああ、そういうことね。だからワンダさんの過去みたいな、ダンス部に入る前の、お話が収録されてるんだけど、そこを見て入っていったっていう感じなんだね。そうね、即興のダンスを踊ってるシーンが 4,5、はい、ページぐらいある。そこで圧倒されて、はい、もう絵柄の圧がすごすぎる。ああ、そうだね。これまあ別に見れるから、てか絵柄の圧力については多分もう見なきゃわかんないから、言ってもネタバレにならないと思うからちょっと言っちゃうんですけど、ワンダさんが働いてるコンビニの店長に踊って見せた曲がマイケルの曲だったん。そう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 。
雷が落ちるみたいな演出がなされてた気がするんだけど、すごい光ってるというかね、ワンダさんが、うん、その店長が見た時の衝撃も多分表されてると思うんだけど、一巻の最初のカラーのページあるじゃないですか。はい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 。あそこは7巻の同じアンブレイカブルを撮って、はい、いや、どこ繋がるんと思って確かに確かに留学したてやし、うんうん、春休みにアルバイトしてたから、そこの店長の部分と繋がるのはめちゃくちゃ時系列的にはいいねんけど、うん、いや、そこ繋がるんと思って、めっちゃ3週目ぐらいでそれ気づいて、あー、そうかそうかそうか、読み返すとそうだね、ここのシーンは結構シーンに迫るものがあるので、ぜひ読んでいただきたいんですが、お願いします。はい、この間、まあ、その絵の、絵から音圧がっていう話をしてたけど。そう。エフェクトっていうか。うん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 。カボカボ踊ってる時やったら、深いっていうか、暗いっていうか。うん。で、シャープなっていうか。ああ、そうだね。あとは、おんちゃんが踊ってる時とかは。ああ！めちゃくちゃ弾ける演出がすごかったりとか。そうだね。おんちゃんっていう、ダンス部の部長さんだね。部長さん。部長さんの好きなジャンルが、ポップ。ポッピンっていう、ダンスのジャンルなんですが、そこでね、ヒットっていう技術が出てくるんだけど、それが、まあ、筋肉を緊張させてまた緩めるっていうのを一瞬でやって、こう筋肉がブルって震えてるような風に見せるダンスの技術があるんだけど、そことかがさ、絵で表せるのすごすぎんかとか思ったんだけど、いや、マジですごいね。で、カボ君が、うん、なんでワンダさんダンスをしてるのっていうのを聞くところがあるけど、で、ワンダさんの答えがなんかいろいろあるけど、ダンスしてる間は喋らなくていい、カボぴったりやん、もう表現力、ゾーンで抑圧されてる表現力をカボ君が弾けさせてていく段階を見るのがめちゃくちゃ面白い。わかるわかるわかる。そうなんだよね。ワンダさんとのやっぱやりとりが、まあ、ワンダさんに見せられて、こう、カボは入っていったから、まあ、そこが読者にとっても結構、よりどころにもなるし、タイトルにもなってるしね。それで結構最初は物語が進んでいく感じだよね。次、コンテストのオーディションがあるやん。うん、はい。オーディションのシーン来ますね。カボが踊るとき。うん、視線が気になるならワンダだけ見てればいいよっていうのを言われてて、うん、音楽に入るシーンが海沈んでいくように、うん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 、でそのカボを一人で踊ってる、うんうん、一人のカットの時に、はい、海の底の方っていうかめっちゃ描写が暗い、わかるわかるわかる。でもうワンダと二人並んで踊ってる時、陽光がさしてめちゃくちゃ明るくなって、いや、いいと思って、めちゃくちゃいいってなんて言うんだろう、ワンダーさんのさ、下の名前がひかりちゃんなんだよね、うん、だからカボにとってはワンダーさんはひかりなんだよねっていうのがすごくわかる描写だなって思う。そうね、もうとても美しいと思う、私もめちゃくちゃいい。でもここから全部ネタバレしていくけど、じゃあもうこっからあれですね、今言ってもらったところまでが、試し読みで無料で誰でも立ち読みできる1巻までの内容でしたので、じゃあ2巻からのね内容でもう好きに喋っていきたいと思います。はい、2巻でなんといおりくんが出てきます。はい、いおりくんね、幽霊部員ね、2年生の唯一の男子の部員が出てきます。はい、いおりくんはハウス、ハウスとあの映画がめちゃくちゃ合う、うん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 、でコンテストが終わった後にカボが部室に行ったら、はい、おんちゃんとイオリがダンスバトルしてました。そうだね、突然部室がなんかもうダンスバトル会場になぜかなっているっていうところから急にスタートしますね。ん時のイオリめちゃくちゃバチバチじゃないけど、バチバチだよ、かっけーよあれ、クソ乗ってる、うん、そこのさメモにさ書いてあるんだけど、おんちゃんの筆頭してるところがもうバトルアクション漫画かって書いてあるんだけど、メモでいやー、バトルアクション漫画やで、だよね、闘志がやばいよね、なんかこのまま波動拳出すんじゃねえかっていうぐらいすんごいバチバチだからね、マジでかっこいい、いやめちゃくちゃかっこいい本当に。でイオリバトルのイベント出てる時と服装が一緒なんですね。そうなんだ、あ、それは知らんかった、気づかんかった、気合入ってたんかなって、なるほどね、勝負服ね、よう見てますね
いやー、伊達に呼んでないですからね。やばいね。だからさ、あれだよね。そうそう。あの、6週目見たらさ、どこ見てるのって聞こうと思ってたんだけど、もうそんなところに気づくんだね。え、でも、6週読んでても、あれ、このセリフ読んでないんじゃない？なんか、流れで読んじゃう癖があって。ああ、そうなんだ。多分1週目は文字を読んでて。うん、うん、うんうん。で、2週目は絵柄をちゃんと見ようと思ってて。はいはい。で、そっからはもう、それしか手がつかへんみたいな式。収録前に他のものがなんか読めないとか、なんかそれ以外できないみたいな言ってたよね。今の時点でやったらどの娯楽よりもワンパンスよ。ああ、そうなんだ。なるほどね。でコンテストが終わったらあれかな、カベヤが出てくるかな。そう、カベが出てくる。はい、カベくんが出てきます。ブレイキンをやったことないから、はい、カボとワンダが教えてもらう。うんうんうん。そこでイオリとカベの確執がちょっと見える。そうだね、ここがフラグというか振りになってた感じだよね。ブレイキって実際見たら分かるっていうか、動画とかたまに見たりするんやけど、ダンスの、うんうん、もうめちゃくちゃ動くんよね。はいはいはい。足も動くし、上下の運動があるっていうかが多分一番深いここまで知る。あー、なるほどね。寝転がったりもするし。そうだね、確かに。跳ね跳ねたりもするし、なんか動きの範囲がめちゃくちゃ広いもんね。だから見ててめちゃくちゃ見栄えはあるみたいな。うんうんうん。だから湧きやすくてかっこよくて憧れて、うん、カベはブレイキンに入っていってどこまでいけるのかっていうのをやってるんやろうな。うん。でもイオリはハウスに行っちゃったから、もともとはチームやったんですけど。どうですか？どうですか？だから、カベはめっちゃ可愛いけどね、その、最後のさ、ダンスバトルのところまでちょっと話が、いっちゃう感じもあるんだけど、なんか、ラップバトル始まったのか、おいおい、みたいなとこあるじゃん、口喧嘩してさ。ああ、そう、決勝の踊る前。あ、そうそう、直前か。めっちゃ可愛いよね、あそこ。めっちゃ可愛い。あ、なんかやっと話せるようになったんだなって思ったし、なんかその上でやっと決勝かっていうので、なんかあれは結構熱かったね。熱かった。うん、でイオリが言ってた、あの、年上は上手くて当たり前、はいはいはい、年下は当たり前。うんうんうん。でっていうのが多分あのカベとの口喧嘩で払拭されてるんちゃうかな。そうそう、あ、わかるわかる。だから、その、イオリも、カベヤのことで、コンプレックスまではいかないかもしれないけど、なんかちょっと引っかかるところは絶対あったじゃん。あったと。うん、そこの、どっちもお互い理由も中身も違うんだけど、こう、決勝前に、ま、いろいろ通して、吹っ切れた感じがあったのがすごく気持ちよかったなって思う。人間模様がめちゃくちゃ。うん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 。劣等だったり、執着だったり、終電だったり、そうだね、情熱だったり、嫉妬だったり、いやー、めちゃくちゃ一瞬やったけど。あ、ほんと。あ、なんかでも不思議とさ、暗くないよね、この話。うんうん。今、レンタが並べてくれたことがあって、かなりなんかドロドロしてんじゃねえのって感じる風だけど、うん、ある意味さらっと読めるのかなっていう風にも思う。多分登場人物が、うん、全部その黒い感情をダンスにぶつけてるから、うん、あー、すごいすごい、そうだそうだ、そこでいざこざを起こさないようにダンスにちゃんと乗っかってる感じ。いや、ちょっとそれそれだわ、それレンタ、それだよ。やばいやばい、今キラーワード出ました。みんなダンスで消化してるんだ。そう、でダンスで伝えてる。素晴らしい素晴らしい。いや、今ちょっとめっちゃ今腑に落ちた。すごいわ、やっぱさすがだね。6週見てるだけあるわ、それだわ。もう今めちゃくちゃ腑に落ちて、すごいなんかアドレナリンがめちゃくちゃ出てるんだけど。いや、あの、だからなんていうの、前なんかちょっとこれ紹介する時のキーワードとして、あの、見る音楽っていうのを前挙げてたと思うんで、それをちょっと最後に喋って終わろうかと思うんですけど、そのみんながダンスでなんかモヤモヤしたものとか、そういうなんかネガティブな感情を全部バーンってぶつけてるから、この漫画が見る音楽として成り立ってるんじゃないのかなっていうのは今すごい思った。そうね、いや確かに表現、絵の表現で黒い感情がなんて噴出されてるじゃん。そう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 、うん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 、ちゃんと描かれてる。うん、
で、色音楽やなって思ったのと、七冠の、はい、ワンダが店長に色音楽になりたいんですって言ってたからやねんけど、うんうん、その色音楽って、まあ、正直意味わからへんや、漫画でって。まあそうだね。でもそこをオキさんが書いてくれてるのは、うん、ちゃんと拍を描いてくれてる、リズムの。あのトゲトゲした丸いやつ。あーすごい、ちょっとでその話したかったの、嬉しい。読んでない人はめちゃくちゃ伝わりにくいと思うんだけど、なんて言うんだろう、アスタリスクみたいなマークのさ、そうトゲトゲしたやつがこうダンスのコマの隅っことかにポン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 ってつけられてるんだけど、そこがまあビートだよね、ワンツーっていうそのところにハマってるんだろうなっていうのがあって、それのおかげですごいなんか漫画がさ、ほんと見るものになるというか、リズムが出るよね。でそれがあるから脳内で音楽を聴けるっていう。ああそう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 、いやあれすごい発明だと思う。あれすごい、ほんまに。ああああああ。でそんなに洋楽知ってるわけじゃないけど、うんうん、そのバッドガイとか、はい、シェイプオブユーぐらいは知ってるから、うんうんうん、これを脳内で流しながら聴いてた。うんうん、どうどう。いやーすごいいいよ。ああ本当。何ムーブかをどこまでしてるとこがあるから。ああ、うんうん。バッドガイで言ったら指パッチンしてるとこめちゃくちゃハマる。ああちょっとそれなんかあれだね、いろんな曲でさ、出てくる曲で試してやってみたいよね。本当収録終わったらやってみようと思うんですけどはいでそのトゲトゲした丸と、うん、指パッチンとかと、うん、あとは使われてる楽器と、うんうんうん、ドラムとかね、あと、はいはい、心臓。あーもういいとこ行く、いいとこ行く感動したもんあれ。でなんでハートビートなんて言ったらハウス音楽やから。はハウス音楽もこのハートビートに似た音、高揚感が生まれるってアッセイさんが言ってる。なるほどね。いおりくん の, あの心臓のコマのところで靴底と天井のスポットライトが見えるコマがあるんだよね。つまりあの床下からカメラを入れてるアングルを描いてたのが、あれ感動した。私あれ壁くんとの対比かなって思うんだけど、あのブレイキンとの。あーなるほど。ブレイキンってさ、まあもちろん派手なんだけど、なんていうの、その足が上に向いてて、しかもその天井が抜けて見えるっていうのは、その今までにない浮遊感とかその解放感みたいな、ブレイキンから俺は解放されてそのハウスに行ったんだよっていうことみたいなののやっぱ対比かなって思った私は。なるほど。まあ、あのコマもう感動した、マジで。心臓のコマも相まって。すげえ鳥肌だった。ほんとやったやったぜでそのそういう情景のコマ、ダンス中の情景のコマでレンタがすったとこは、うん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 、コンテストの時に、はいはい、カボが股を抜けて、うん、ああああはい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 、とかあれ、あそこの客席俯瞰ドーンみたいな。わかるわかる。いやーよかったね。踊ってる時は踊ってる人の相手の目線になるから、それも自分がバトルしてるじゃないけど、うん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 、のを疑似体験できるみたいな。あーわかるわかる。そのダンサーの中に入る感じだよね。あの視点のさ、視点の違いがさ、うん、もう本当にすごいんだよね、演出がね、うん、いいね。最後に一番好きなカットだけ言っていいですか。はい、お願いします。22話の扉へ。22話の扉へ、めっちゃピンポイントなんだけど、ちょっと待って。あーこれかー、これかー4人並んでるやつね。そう、これいいなって私も思った。全部言っていい。いいよいいよ。おんちゃんの不満顔はい、おんちゃんの不満顔、負けたからなで、カボの手、カボの手、はい、左のページのカボの手がアンダさんの足にかかってる。ああはい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 。いやーこれ多分連れ去りたい衝動の手なんですいいね、いい妄想ですね、いいですね。でこのイオリの姿勢、うん、ポンちゃんによくかかりたいけどよくかかれ。ああそうだね、それはめっちゃわかるかも。いやーすごいいいです。ああいいね、ストーリーがあるね、すごく好き。うん。
多分ね、もっと言いたいことはねあったと思うんですけど、見た人も読んだ人ももちろんだけど、読んでない人も一巻の下りのところとかも多分興味持ってくれたんじゃないかなと私は思うので、私は良かったと思いますが、レンタはどうでしたか今日？いやー楽しかったですいやー何より。一巻多分まだ無料なんでやってください。あ、そっか、いつか無料じゃなくなっちゃうよねきっと。多分期間限定。え、めっちゃいい時にマジでツイートしてくれてありがとう。めちゃ運命的でした。よかったです、はい、多分この動画が出る直前の週ぐらいに初めて私がワンダンス読んだ時の感想、一巻だけ読んだ時の感想がラジオで上がってるのと、この動画の次の週にも収録裏話的な回をやるので、その時のラジオでも今日多分今日喋んなかったところもまた保管して喋ろうと思うので、はい、まあそちらもよかったらぜひお願いします。はい、お願いしますはい、というわけで本日はワンダンスについての話聞かせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバーイ。バイバーイ。